こんにちは、ハガヒカルです。神社チャンネル動画、今回はこちら。ご神明はエネルギーであるということをお伝えしたいと思います。古事記にはさまざまな神様が登場します。例えば雨の港主の神、高み結びの神、神結びの神、天照大御神、つくよみの御事、すさのうの御事、さまざまなご神明があるわけなんですけれども、実はそのご神明そのものというのは一見意味がわからないように見えて、その言霊自体がエネルギーを持っていて働きがあるということなんですね。例えばスサノオという言霊は一見意味がわかりませんけれども、そのスサノオという言霊の中にエネルギーであったり働きがこもっているということなんです。例えば一つ例を挙げましょう。こちら、一柱目、雨の御中主という神様が登場します。雨の御中主、この言霊の中に実は働きであったりエネルギーがこもっているということなんですね。では雨の御中主の働きとは何かと申しますと、これが中心であったり始まりなんですね。例えば宇宙でも地球でも中心があります。これが雨の御中主。そして人体でも意識でも中心があります。これもまた雨の御中主の神様の働きなんですね。また雨の御中主の働きを始まりと定義づけると、宇宙の始まり、地球の始まり、そして人体の始まり、これは精子と卵子結合の瞬間であったり、まあ、そういった始まりの瞬間というのがまさに雨の御中主の神、働きそのものと言えるわけなんです。で、実はご神明そのものはエネルギーになってます。一見意味が分からなくても、その言霊には働き、エネルギーがこもっているので、繰り返し唱え続けるだけでもその働きが自分の意識や体内に入ってくるということなんです。ぜひご神明を唱えていきましょう。新企画考え中です。新企画ですよね。ご興味がある方はこちらの登録フォームからメールアドレスをご登録ください。ハガヒカルでした。